インドでワクチン接種。皆さんこんにちは、インドオイル系 YouTuber のジュリです。今日もインド現地からインドのリアルな情報をお届けします。ぜひ最後までご覧ください。実はインドでワクチン接種受けてきました。そこで今回この動画ではインドのワクチン接種に関して、インドでの現在のワクチン接種の状況、インドでのワクチン接種プロセス、そして実際に受けてみてどうだったかといったところを中心にご紹介します。インドでは今年の1月の16日から大規模なワクチン接種計画がスタート。開始当初は医療従事者、そして60歳以上の高齢者の方を中心に接種が始まっていました。その後は4月からは45歳以上の方が接種が可能、そして5月からはなんと18歳以上が接種が可能というふうに接種対象年齢の引き下げ、そして拡大を行っています。ちなみに対象年齢であれば私たちのような外国人でも接種が可能となっています。現在インドでは開始してから約4ヶ月間でなんと1億8000万回以上ワクチン接種が完了しています。インドの人口で見るとインドの国民約1割強が1度目の接種が完了、そして2度目の接種を完了しているのはインド国民の割合だと約 2% という状況で、今後さらなる接種の普及が求められるものの、現在のワクチン生産に加え他国承認済みのワクチンの導入など、全国民が早くワクチン接種が行えるように積極的に取り組みを行っています。ワクチン接種は基本的には病院などの接種可能なところへ行って接種というのが基本ではあるんですが、最近では都市部を中心にドライブスルーでも接種が可能というふうに接種の方法に関しても工夫がなされています。現在インドで接種可能なワクチンは2種類。1つ目がインドの純国産ワクチン、コワクチン、そして2つ目がイギリスのアストラゼネカなどが開発したコビシールド。現在インドではコビシールドがワクチンの大半を占めているというような状況です。ワクチンの費用に関しては接種するワクチン、そして接種する病院により若干異なります。従来は約250ルピー前後で接種可能ではあったものの、現在は約6倍へと変化。例えばコビシールドの場合だと1本あたり700ルピーから900ルピー、コバクシンの場合だと1250ルピーから1500ルピーへと値段が変わっています。ワクチンの予約に関してはこちら、インド政府が作ったコウィンというワクチン専用のポータルサイトから予約することができます。このコウィンの中でワクチンの実際の予約であったり、インド全体のワクチンの接種状況などが把握できるようになっています。ワクチンを接種する際には事前に登録が必要となります。実際のコウィンでの予約画面がこちら。検索方法は2つあって、1つ目がピンコード、日本でいうと郵便番号のようなものなんですが、それを入力して検索する方法、そしてもう1つが州、そして都市を入力して検索する方法があります。例えば都市を入力する方法だと、実際に住んでいる都市、私の場合は現在ハリアナ州グルガオンに住んでいるので、ハリアナ、そして都市名をグルガオンと入力してそのままサーチ検索を行います。するとすぐにこういった風にですね、下の方に検索結果が出てきます。この上のタブのところは18歳以上、45歳以上というふうに選択が可能、そして接種可能なワクチンに関してもこうしたふうに選べるようになっています。そしてワクチンの種類も無料のものと有料のものというふうに選べます。例えば私の場合18歳以上、特にワクチンは絞らず検索をすると結果はこのような感じですね。もうほとんどブックド全て埋まっていますというような印になっています。ワクチンの予約が可能な場合はこういった風にグリーンのマーク、そして枠数に関しても数字で表記されています。ご覧いただいて分かるように予約自体はかなりスムーズに行うことができます。一目でどういう風に選択をすれば予約ができるのかといったのが分かるような仕組みとなっています。ただ現在はワクチン不足であったり希望者がかなり多いということもあって、なかなかスムーズに予約を取るのが難しい状況が続いています。私の場合は友人の助けもあって無事に予約することができました。
無事に予約できた後はこうしたパスポートなど身分証を持って予約した場所へ行くだけ。実際にインドでのワクチン接種はどんな感じなのか、今からドキドキです。今ワクチン第1回目の接種を受けに病院に向かっています。今日は病院に行くということもあって、こうした N95 の高精度のマスクだったりサニタイザーをしっかりと持って向かっています。今日予約が取れた病院なんですが、政府系の病院ではあるんですが、実際にどういった感じでワクチン接種が行われるのか、そういったところをですねしっかりとお届けできればと思います。実際にワクチン接種終わった方からはですね、いろいろとその後こうだるさだったりとか、あとは熱っぽくなったっていう方もちらほらいらっしゃるので、私の場合どういった感じになるのかちょっと心配ではあるんですが、今私が住んでいるハリアナ州グルガオンもこの第2波を受けて今月5月からロックダウンとなっています。ただこうしたワクチン接種であったり買い出しに関しては外出が OK というふうになっているので、今日私も向かっています。今インドでは密閉空間での感染を防ぐために、そして移動時には窓を開けて AC をつけずに運転しています。ドライバーさんも透明のシートをつけてコロナ対策バッチリです。病院に到着しました。初めて来た病院なんですけど、かなり広いですね。今から実際にワクチン接種の会場に向かってワクチン打ってこようと思います。雨が結構すごい。ワクチン会場はこちらっていう風に案内をしてもらってます。ワクチネーションブースって書かれてますね。今ワクチン接種を終えました。実際に打った場所が少しちょっと赤くなっているここの部分なんですけど、もうこうして見ても分かるように打った場所があまり分からないくらいですね。すごく細い注射器ですぐに接種を終えることができました。まず病院に到着したらワクチンの接種場所に案内していただきます。そこからですね部屋に入ると受付をして接種という流れになります。私の場合は特に朝早い時間帯に来たということもあって待っている方もいらっしゃらなかったので、そのまま受付後はすぐに接種をしていただきました。受付は実際に登録した時の名前、そして ID 電話番号を伝えて確認が取れたらですね、その隣に接種するスペースがあるのでそこに座って接種という流れですね。もう着いた瞬間ですね、注射器を用意して準備万端と、かなり手際が良かったです。針を入れて接種という感じなんですが、もう針を入れる時には少し近く押したんですが、接種した方も全然痛くなかったですね。私の場合は他のインフルエンザだったり採血の方が痛さを感じました。なので全然痛くないって思ってびっくりしましたね。接種から30分くらいはですね、特に何か体調不良だったり症状が出ないかといったような確認を行うために待っているような状態です。接種から30分後はですね、軽くお医者さんと面談をしたらそのまま帰宅という感じですね。病院に着いてから今に至るまで約10分もかからないくらいで、かなりスピーディーでした。もちろん接種場所だったりタイミングもよるかと思うんですが、私は思っていたよりもスピーディーですごいなというふうに感じています。Government hospital, everything is free here. Okay, everything is free. Wow. Medicine free, consultation free, test free.今ドクターとの面談も終わりました。私の場合は接種後ですね、特に30分間の間では体調の不良だったり何か症状も出ているというわけではなかったので、少しお話をして終えました。
今日のちょっと夜からですね、熱がやっぱり出るかもしれないということで、こういった解熱剤をいただきました。今回私は政府系の病院で接種をしていただいたので、接種の費用だったりこうした解熱剤の費用もですね、無料というふうにも手厚かったです。今は何とも体調は大丈夫なんですが、接種後は少し体調を崩しやすいということも聞いているので、このままおとなしく家に帰ろうと思います。今接種から約12時間が経過しました。打ったばかりの頃は何ともなかったんですが、だんだんと12時間経ったぐらいの頃からですね、接種したところが少し痛みを感じるようになったのと、あとは若干の吐き気と頭痛が出てきましたね。だんだんと頭痛がひどくなってきたら、これをですね、いただいた頭痛薬を飲んで乗り越えていきたいと思います。今接種してからだいたい24時間ほど経過しました。昨日と違うところが、やっぱり注射したところの腕の痛みというのがかなりですね、強くなってきてますね。あとはちょっと熱が出てきたんですが、測ったところこれが 37.5 度くらい、通常私は36度くらいなので、やや微熱というような感じですね。あとは加えて少し頭痛も始まってきたかなというような感じです。今接種してから30時間ほど経過しました。今はですね、すっかり元通りの健康な感じなんですが、私の場合は結構副反応がっつりときましたね。接種してから12時間後くらいまでは通常通りではあったんですが、だんだんとそれから夜寝るときには少しお顔を感じたり、あとは頭痛もありましたね。そこからだんだんと朝方にかけてですね、頭痛だったり体中のちょっとこう筋肉痛というか筋肉の痛みというのを感じました。その後体温を測ったらですね、通常時36度くらいなんですが、少し微熱の 37.5 度くらいまで上がったので、いただいたこの薬を飲んでしばらく寝込みました。するとですね、今はもう全然頭痛もなく、熱も6度まできちんと下がって、あとはですね、少しちょっとこの打ったところが痛みがあるかなというくらいになりました。今回私が接種したのはコビシールドなんですが、この接種するワクチンであったり、あとはもちろん人によっても副反応あるかないかといったところは違ってくるので、あくまでも少しでも参考になると嬉しいです。副反応もし起こった場合などを考えて、接種後は1日もしくは2日ぐらいスケジュールにゆとりがあるのがいいのかなと思います。今日も最後までこの動画ご覧いただきありがとうございました。今回この動画ではインドでのワクチン接種の状況に関してお届けしました。少しでもインドのワクチン接種ってこういう風に行われているんだということが伝わると嬉しいです。インドでのワクチン接種の状況がよく分かった、役に立ったと思ってくださった方は、このチャンネルにチャンネル登録、コメント、いいねよろしくお願いします。そして各種 SNSTwitter、Instagram、LINE、アットも始めているので、こちらも合わせてフォローしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。現在、インドをはじめ日本でも徐々にワクチン接種が始まりつつありますが、一刻も早いコロナの収束、そしてワクチンの普及によって以前のように安心安全に全世界、旅行だったり行き来ができるような世界に戻ってくれればなというふうに願っています。まだまだコロナの状況は少し続きますが、皆さん予防第一、健康第一でお過ごしください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ちなみに対象年齢であれば私たちに、ちなみに対象年齢であれば私たちのような外国人でも接種、現在インドで接種可能なワクチンは2種類。今コロナワクチン第1回目の接種をしに病院に向かっています。雨だいぶ降ってきたけど、開けてるからめちゃくちゃ水が飛んでくる。インド年中暑いイメージがあると思うんですけど、実は6月から9月頃までですね、雨季の時期になるんですね。雨季の時期はもうこういった感じで雨も結構強く降っていて、もう今日はですね、かなり雨の湿気で髪がかなりもうボロボロですね。ふわっとなっちゃってる。全然来ればよかった。